ずっと怒られて生きてるんですか？え、ずっとって何？将来に向けてこうしていくみたいなのを練ってもしょうがないと思っているので、ゲームするのに将来設計は構えない。ドラッグ打ったらハッピーになるじゃないですか。夢とか目標とか、散歩すると楽しいんですよ。散歩に目標ないじゃないですか。深夜25の森久保です。今回プロオゴラリアさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。おごられながら生きているっていうことで、僕自身やっぱこうやって頑張ってメディアで仕事もしてて、で、まあ、それでやっとお金を稼いでるってことなんですけど、はいはい、なんか怒られながらなんか楽しそうに生きてて、ちょっと腹立つなって非常識なプロゴさんに、常識人の僕が常識をこうぶつけていって、本音のところをお伺いしたいなって思います。はい、これ生配信したりしてないですよね？してないですね。してないですか？してない。ちょっと前回の取材でもう無断で生配信されててマジでそれだけは非常識です、ね、それは申し訳ない。一番最初におごってもらったきっかけって何だったんですか？よく聞かれるけど、はい、そういう概念がないんですよ。実家のなんか習わしみたいなので、実家は18超えたら出るっていう、はいはいはい、で実家はもともと住めないっていうのを小さい時から理解してて、うんうん、自分が出ていくってなった時に、もう実家に住めてたら家賃払わなくていいし飯出てくるし、うんうん、いいじゃん。だけど絶対的に必要なものじゃなくて出てくるからもらってるだけで、それをじゃあ自分で調達しなきゃならないってなると、はい、いろいろ面倒くさいことが発生、お金稼いでとか、そうですね、バイトしたり就職したりとか、でそのためになんか寝るとことそこそこ健康的な飯とを調達するっていうのが別にいらないなって思ったのよ。はいはい、そのためにお金を稼がなきゃいけないのは、うん、つまり家が必要っていう前提があるから、あるいはご飯を自分でコンビニで買ってきて食うとか、はいはいはい、っていう前提があるからで、僕は別にそれって絶対的な要素じゃないよねっていうふうに思ったんですね。なるほど。なんか人からおごられて生活してることに罪悪感絶対湧いてるでしょと思ってて。ないですけどね。他の人がすごいよく言うから、うん、そういうのがみんな感じてるんだろうなっていうのは分かってるんですけど、はい、それが自分にあるかないかって確かめようがないじゃない。はいはい、だけど数字として3000回4000回おごられてで別に何とも思ってないから、うん、なんかの僕だったら家族とかに対しておごられて生きてるって言って恥ずかしいなって思っちゃうんですよね。で何が恥ずかしいんですか？え、だってなんか自分でしっかり稼いで生きてて、それがいわば自立じゃないですか。まあ、一人前になったってことだとすると、人様にこうおごられてるって、うん、まあ、そこに依存しているってわけで、育ててくれた親とかが見た時に、あ、なんかなんならちょっと人様に迷惑かけて生きてんじゃないか。ひもってよく言うじゃない、ひも、はい、男とかっていうじゃない、はいはい、ああいう紐的なものだと思うんですよ、依存っていうのは。はいはいはい、自分がいて紐があって、はい、その先にサイバーエージェントがあるとか、はいはい、俺の場合いろんな人がいるっていう、はい、考えるときに、え、僕が今おごられて生きてるのと CR25 で取材して仕事して月20万円ぐらいもらってるわけじゃないですか、はい、これって一本の人の方が自立性結構低くないですか？例えばサイバーエージェントがお前いらないって言ってピッて来たら、はい、20万円全部なくなるわけじゃないですかだから今自立性が問題で、自立性が低いことが恥ずかしいんだったら、はい、自立性ってつまり紐を切られてもどれだけ問題なく過ごせるかってことじゃない。サラリーもらって働いてる方々の方って基本一般的には一本線だから、はい、それをパチッてやられてしまうと、その恥ずかしいっていうのが自立性由来なんだったら、はい、そういう意味では僕は全然恥ずかしくないですよ。本当に奢られてますか？毎日毎日本当に奢られてますか？あ、毎日は、それは今は違います。大体今活動期間というか、はい、4年ぐらいでフェーズがあるんですよね。まあちょっとざっくりだと2年半ぐらいかな、うん、まあ、家なしでずっと3食ずっと奢られてたんですか？3食じゃない、もっとだと思う。家ないじゃん、はいはい、そうすると全ての時間が誰か経ってるの。はいはいはい、で本当に365日、はい、かける3、4人、5人みたいな、3、4人、5人っていう世界観を2年間回してたのが最初。でこの多分このぐらいのタイミング途中ぐらいでアベバレてる、そこら辺で例えばそのツイッターとかだったらフォロワーが増えてきて、今は確か 10万人ぐらいいるのかな。多分当時は多分もうすでに5万人とか6万人とか多分いたんですよ、はいはいはい、でそうすると多分いろいろフェーズが変わってくるじゃない。自分は変わらなくても周囲の動きっていうのは変わってくるわけです、まあ、そうすると絶えず依頼も来るし、依頼のなんかこう種類もだんだん変わってくるわけですよ、うん、推移していくわけです、はいはいはい、その中で家に泊まるっていうのがだんだん面倒くさくなってきて、はいはい、他の人の家で出る必要性はないわけで。そうですね。2年ぐらい前に賃貸をまず借りた。でそれ月に5日4日ぐらいだいたいそこで寝るようになって、他は人の家泊まってましたんだけど、はい、でだんだん家にシフトして、
みたいな、じわじわとこう変異していってて、なるほどなるほど、生活とは完全に分離してますよ今は。なるほどなるほど。それをしなきゃ生活ができないとかそういうことじゃない、もともとないけど、はい、ではないので、あの人数としてはそんなには変わってない。将来不安じゃないんですか？プロ判定今多いくて、ね、今24ですね。まあと多分30、40年ぐらい生きていく上で、はいはい、ずっと奢られて生きていくんですか？いや、そんなことはないんじゃない？ずっとって何？そりゃ変化していくじゃないですか。だから僕は別に将来に向けてこうしていくみたいなのを練ってもしょうがないと思っているので、そもそも不安とかも発生しないんですよね。だってまずこういう風にしていこう、行きたいって思っている、それがうまくいくかどうかわからないから不安になるじゃないですか。はいはいはい、僕ここがないので。僕今25歳なんですけど、はい、まあ、25歳で、まあ、30までに結婚して、まあ、子供欲しくてみたいな、で家族養っていくためにはこんだけお金が必要でみたいな、はいはいはい、まあ、そういう将来設計みたいなのがあって、うん、でそこに対して例えば稼げなくなったら不安だみたいなのが生まれてくると思うんですけど、はいはい、そこの将来みたいなの考えてないっていうか、考えてないですけど、多分それは僕について考えるよりも将来について考えてる人のことについて考えた方がよくて、受験勉強とかそうですけど、はいはい、東京大学に入りましょうっていうので1年2年勉強するわけじゃないですか、はい、でそのために例えば東大に入ったらこうなるとか、そういう将来設計を持った上で受験勉強を頑張るわけじゃないですか、はい、それってなんで考えると思います？なんで？だって別に東京大学入るんだったらさっと勉強してバッと入ったらいいじゃないですか。しんどいですよね。退屈じゃないですか、はい、面白くないじゃない。だってゲームするのに将来設計考えなくないですか？なるほど。楽しいからやりません、こういう人って将来設計とか別にいらないんですよ。でも今ハッピーな人でも、うん、夢持ってる人はいるじゃないですか、うん、でもそれはまあ一つ将来設計でなんかあるんじゃないですか？あると思いますよ。ドラッグ打ったらハッピーになるじゃないですか。夢とか目標とか、はいはいはい、そういうものをドラッグだねって言ってるわけです。それはハッピーですよね。はいはいはい、俺東大に入るために勉強してて、その目標のために今日も一日一日一歩進んで目標に近づいているんだ、ハッピーじゃないですか、はいはい、まあ、別に僕はドラッグそんなに今悪い意味じゃ使ってないですけど、ただめまいを起こす装置だなと思いますね。めまいというのは現実がふわふわっとしてしまうっていうだけです。今この瞬間をふわふわとさせるための装置、自分が今見ているものとかそういったものに自分にめまいを起こさせて、なんかいいものに見せたり、はい、なんかこうエキサイティングなものを見せたりするっていうのは一つの、まあ、生きていき方だなというか。ちょっと今クラクラしてきたってことはプロゴさんは、まあ、それを使ってないってことですよね？あんま、そうですね、めまい系はあんま使わないですかね。それはどういう状態ですか？その今をただ純粋に楽しみ続けてるってことですか？なんかもっと科学的に言ったらドーパミンってあるじゃないですか、はいはいはい、バーってなるやつ、はいはいはい、セロトニンっていうの、はいはい、セロトニンってのはもっとリラックス側の幸福をもたらすと言われてる、落ち着く系のやつ、ね、そうそうそう、僕はだからどちらかというとセロトニン側なんですかね。なるほど。だから別にそんなになんかオリンピック出るぜってみたいな、はいはい、練習するぜみたいなドーパミンの遊びはそんなにしなくてもいいというか。なるほど、うん、散歩してると楽しいんですよ。へえ。散歩に目標ないじゃないですか。はいはいはい。だからそれで僕は楽しめる。楽しみ方の差なんですかね。そう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 、別の遊びですね。あ、そういうことですね、うん、だから別にどっちが悪いとかどっちがいいとかじゃなくて、将来とかが必要になってくるのはドーパミン的な生き方の人なので。まあ毎日、まあ、基本来られてるじゃないですか、はい、なんか変わり映えしない日々だなって思ってて。なるほど。で、まあ、僕とかは例えばこう目標を持って、まあ、今だったら YouTube のチャンネル登録者がとか、こうやってプロゴさんに取材させていただいて、まあ、それがなんか成長、まあ、うまく取材できたなとか、そこに幸せを感じてるんですよ。に対してなんかずっと怒られてて変わり映えしないっていうのは幸せなのかなって思って。変わり映えがない、例えばそれは多分インスタ映えしないみたいに言うと思うんだけど、はいはいはい、それって対外的なんですよ。外に向けての話なんですよ、はいはいはい、僕にとってではなくて、はい、確かにインスタ映えはしないですよ僕の活動って、はい、人が変わるだけだから。だけどなんか趣味でもないですか？趣味ありますよ、まあ、筋トレしたり走ったりするの。趣味って何ですかって言われてもしらけるから言わないようにしてる趣味とかありますか？まあ、寝ることとか、うん、映えなくない？でも好きでしょ。なんかそういうものって全然あると思ってて、はい、つまり外に向けて映えるかっていうのは全然問題ではなくて、すごく自分を興奮させてくれるものがどこかにあるって考え方をみんなしてると思うんですよ。その成長した人っていうのは、例えば運命の出会いがあるとか。で、僕は別にそんなことないと思ってて、はい、あるのは何かっていうと、ただ自分がそれをどう見るかっていうだけ。すごいいいことが起こった日とすごくいいことが起こんなかった日ってあると思うんですよ。で、それをほとんどの人は何か起きたから何かいい日だったって思うわけですけど、はい、僕はそういう捉え方をしてなくて、うん、何かいいことが起こったっていうよりは、はい、ただ僕が見つけたか見つけてないかってだけの話だと思っていて。なるほど。どういう時にこう快楽を感じますか、まあ、話だとすると、はい、僕は何かいいことがあった日ではなくて、今までは何も見つけられなかったシーンから自分は何かを見つけられるようになったっていう、
そういうことにすごく快楽が得ますね。例えばその辺でなんか可愛い鳥が飛んでて、はい、で写真撮ってさ、今アプリで調べたら名前とか出てくるわけじゃない、はい、図鑑とか、はい、で知ったらさ、次見たら分かるじゃん、はい、あ、なんかいいじゃんって思わない？これそれは多分それをしてなかったら、はい、ただ鳥が飛んでるだけなんですよ、はいはい、極端な例だけども、はい、そういった方角に快楽を感じるので、だ人間と会ってるのもこんな感じですよ。珍しい人が来るんですよ僕にね、はいはいはい、あの怒りたいですって DM 来るんだけど、僕は別に前提としては全然知らないんですよ、その業種とか、はいはいはい、だから興味持てるわけないじゃん。だけどそういうのと1時間ぐらい話してたりすると、あ、なんか面白いなって思うわけですし、うん、それってのさっき の, その鳥が増えていくわけじゃん、名前の分かる鳥が増えていく、うん、概念としてね、見えるものが増えていくっていうのは僕はいいことだなと思います。実際のとこノートでめちゃくちゃ稼いでて、それがメインの収入源だと思ったんですよ。有料マガジンのことですか？そうです。そうですね、収入源だとそれが一番大きいですよ。なんかそれってちょっとずるくないですか？キャッシュが流れてることと生活がどれだけそこにかかってるかっていうのはまた別だと思うんですけど、僕ってそもそも生きていく生存の部分にそんな金かかんないんですよ。僕はそもそも大前提として家なくても平気なんですよ。単純にこういう回ってる事業があるからライブ配信をしたりできるじゃない、家があったりする、はい、まあ、好きな時だ、スタジオ的な意味で生存ではない、生存のその先の話なんですよね。なるほど、生きていくことはもう別にできているし、はいはい、僕はそもそも2年前とか見てもらえば分かるんですけど、生きていくことのハードルがすごく低いので、うん、だから生きていくために何かをしてるってことは今もないんですよ、はい、だから僕としては別に何も変わってなくて、はい、めんどくさいことやりたくなくて、なるほど、でその手段として他人に飯を怒られるっていうのを使ってた、うん、でそれの本質的な部分っていうのは、自分が今もうすでにあるものをうまく使って適当にやり過ごすってこと。はいはいはい、大体そのほら労働したりとかってさ、ないものがあって、まず金がないとか、はい、そのために嫌なことをして手に入れるっていう、そういう作業じゃないですか。そうですね、僕はそれをやりたくないですよ。老後さんはすでに持っているものをうまく使って、そう嫌なことをせずに生きていってるだけ。そう、みんな何もないと思ってるんだけど、実際はいろんなものがあるわけ。日本国籍とかね、日本語喋るとか、はいはい、日本語を読めるとか、こういうことってすごく強いんだけれど、はい、ほとんどの人はそれを持ってるのに何もないと思ってるわけじゃん。なるほど、それって実は違うよねっていうのが僕の考え方で、ないように見えてるけど実際は隠れてるものたくさんあると思うんですよ。はいはい、そういうものをただ自分は見直して、はい、でそれを上手に回しながら、まあ、うまく回るとなんか余計なものがついてくるじゃないですか、はい、でそれをまた使っていく。これちょっと実はゼニゲバではっていうありものを使ってお金を稼いでる、うん、はいはい、それでまあ年商1000万とかでしたっけ。まあ大体そういったことにしておきましょうか。ですよね、はい、実はそこめちゃくちゃ興味あるんじゃないかっていう。ないっすね、それは。ないっす、全くないっす。あったらいいなと思います。いや、なんかある人すごい行きやすいだろうなって思う。行きやすいかどうか分かんないけど、ゲームがしやすいだろうなって思う。だってスコアが上がって嬉しいわけじゃん。なんか僕はあんまりそういうの感じられないっていうか。いや、なんなら怒られるってキャラクターをお金稼ぎの道具として使ってんじゃないかって思ってるんですよ。金稼ぎの道具として使ってますね、それは。物とかコンテンツとかに対して自分がどういう風な扱いをできるかっていうのは自分の能力によって決まってくるわけじゃないですか、はい、で僕はそういった能力が多分長けてるので、大体のものはお金稼ぎの道具にできるし、大体のことはあの鳥が飛んでて名前を覚えたら俺はそれは自分の幸福の道具にできるんですよ。だけどお金稼ぎはそんなに目的にはならないですね。単純にお金があると便利だから簡単に取れそうだったら取る。これギャラ知られないもん。お金かかわらずね、数値にあんまり関心ないんですよ。でもフォロワーとかもそうで、自分にとって見ちゃったら、うん、ただ相対的なものでしかないわけじゃない。誰々よりも多いとか価値を感じるには、はい、で僕多分他の人がどう生きていくとかどれだけ評価を受けてるとか、はい、に対してはあんまり関心がないから、比べてもね、そっかって思ってしまう。ちょっとなんか納得してしまう。やりたくないことやりたくないですよね。でもここに来て喋るぐらいだったらいいかって思うじゃないですか、はい、別に猛烈にやりたいわけじゃないわけ。そういうものをどれだけやれるかだと僕は思ってるんですよ。はいはいはい、そういう別にやりたくもないでもやりたくなくもないもの、うん、をどれだけやっていくかっていう、そこがやんないとやりたくないことやんなきゃいけなくなっちゃうわけじゃないですか。ちょっとなんかなんで働いてんだろうな。ちょっとなんか僕そっち側行きたくなっちゃう。それはやめた方がいいよ。生存率高くないから。プロゴさんの生き方を真似しようとする人とかいるくないですか、やっぱフォロワーの方とか。あんまりないですよね。でもね、生き方を真似するって時に怒られるだけとか、あ、もちろんそのレンタル何もしない人とかはね、依頼者と実際にオフラインで会って、はい、でそこで起きた出来事をネットにこう書いて、で PV を集めて、また依頼を集めてっていう、こういう構造、ビジネスモデル的なものをあのオマージュしてやったっていう意味で言えば、レンタル何もしない人はちゃんとやってるんだけど、はい、だけどそういった上手にやる人もいないから、うんうん、だから難しいんだなって思う、単純に。じゃあブロゴさん、本日はありがとうございました。です。